知らんね、これは知らん、全然知らない、うん、だからビーバップクルーでずーっとね、今年40周年で途切れてないってみんな思ってるけど、そういうふうに途切れた時期があったってことだよね。年には勝てるような気がします。僕はインペリオル辞めて、いろいろやらかして僕が辞めてて、うん、福岡のダンス界でちょっと干されてるような状況だったんですよ、はい、そこに坂見誠二さん、誠二さんが、お前今干されとるな、はい、やらかしちゃいました、お前俺と一緒にチーム組むかって言われたんですよ。誠二さんが、だってもう誠二さん吉本はもう福岡でも雲の上なんですよ、ダンスの神様、はい、年も一回り12個離れてて、その誠二さんが俺と一緒にチームやらんかって直接やるんですよ、はいはいはい、もうびっくりしたんですけど、え、なんでですかって聞いたら、お前ブレイキンもできるし、ニュージャックもできるし、ポップもできるし、まあ、大体何でもできるじゃん、だからちょっと実験道具やねみたいな感じで、あ、ありがとうございますって言って、2人で最初にチーム組んだのがワイルドクルーっていう、2人で組んだんや、はい、多分俺の記憶だと、頭の中にあるものを全部俺にやらして、なるほど、一応大体何でもできたから、はいはい、それでルーティンとか作ったり、で俺もその無茶なことを言われるから、練習中に整形外科に何回も行ったこともあって、でそういうのもやりながら2人でいろいろ営業で回ったりとかしてたら、その当時はワイルドクルーって書いたジャンバーを着て、俺と誠二さんでこう親服踊るよね、カッパ歩いてて、ね、俺だけだったらその子弱いけど、誠二さんが横にいるから、いろんな人が、あ、誠二さんどうも、誠二さんどうもって、で紹介してくれるじゃないですか。で俺のジャンバーナイトやって来て、で誠二さんが一言、あるわけないやっていう感じで軽くあしらったんですけど、やっぱりもうそこはもう吉本誠二さんなんで、そのまま吉坊が入ってき、吉坊と誠二さんがいる、で俺いるチームじゃないですか、周りの注目度がもう半端なくて、でいろんな仕事が舞い込んできますね。なるほど。でやってたら、私も入りたい、僕も入りたいっていう感じになって、で結局気がついたら、かなりの大所帯になってて、そしたら、え、これってビーバップクルーじゃんみたいな感じになって、はいはいはい、じゃあもうビーバップクルーを再結成しましょうかっていう。なるほどね。もう自然とそうなっていったわけ、はい、自然とそうなって、でも意外と知らないことです、知らんね、これは知らん、全然知らない、だからビーバップクルーってずっとね、今年40周年で途切れてないってみんな思ってるけど、そういうふうに途切れた時期があったってことだよね。そうですね、だから一回82年にできてから、多分その87年に一回終わってるんですよ、でそこからインペリアルになって、でまた90年ぐらいにそのワイルドクルーをやりだして、そこにみんながまあまた戻ってきて、ビーバップクルー再結成っていう、なるほど、そこからはずっと続いてる、はいはい、そこから。そんなビーバップクルー、今年40周年ですが、現在のねビーバップクルーの活動とか、コロナ前になるんですけど、まあ中国とかいろいろ外国でショーをやったりとか、全員でいっぺんに集まってショーをするっていうのは人数的にはなかなか難しいんですけど、バラバラでいろんなところに行ったり、それと寄席をやったりとか。ビーバップクルーって今誰がメンバー？今はリーダーがソウ君、スム君、俺で、アカネ、ヨシエ、瀬戸、金井、ユーユー、チカラですかね、はいはい、で40周年はなんか盛大な形で今決まってるのは、10月の29日に福岡で、場所はビーバップクルーが一番最初にライブをしたっていうガスホールっていうのがあるんです、その箱で。なるほどね、はい、一番最初にやったって、もうその40年前にとかっていうこと。それは再結成してなんで、93年ぐらいだと思うんですけど、その当時ダンスチームが2時間半ぐらい そのダンスモンだけのライブっていうのはなかなかなかったんですけど、ライブをやった場所がそのガスホール、なるほど、そこに帰る。50歳過ぎても、ね、年々と進化するけど、まあ、44、5歳ぐらいやったかな、まあ、それまでもずっと付き合いが長かったけど、見るたんびにどんどん上手くなっていった。へえ、そうですか。何かそういう特別なことをし始めたのあるの？10年ぐらい前に、
結構お酒で太ったんですよ、はいはいはい、で今僕70なんですけど、うん、体重が80を超えたこと、80を超えてた、はい、それまでは割とポップを結構一生懸命やってて、うんうんうん、当然ロックダンスも踊ってたんですけど、うん、ポップをやってる時って、うん、ちょっとこう重たい方が、うんブーンとかいうビヨンヨンヨンみたいな、そうなんです、そうなんです。周りからピートさん太りましたねって言われても、うん、別にお酒も好きだし、うん、ポップにあんまり支障がないから、うん、あそうみたいな感じであんまり聞く耳を持ってなかった。なるほどなるほど。だけどビーバップルのショータイムとかでロックダンスを踊ると、うん、重たいなっていう、うん、はいはい、やっぱ足上げたりとか、うん、っていうのが重たいなって、うん、うすうすは気づいてたんですけど、はい、なかなか酒もやめられないし、うん、ショーとかワークショップの後の打ち上げが楽しくてちょっと踊ったような時があって、うんはいはい、全然そのお酒をやめるとかっていうのがなかったんですけど、うん、ビーバップクルー30周年の時にやっぱりがっつりロックダンスの振り付けもあるわけです。まあもちろんね、ビーバップクルーやもんね。そう、うん、30周年でロックダンス踊るのこれしんどいなって思い出した時にお酒控えてみようかって、うん、頑張ってお酒をだいぶ本数減らしたりとかやりだしたら当然ロックダンスが今までよりも楽しくなってきて、ロックダンスを頑張りながらお酒の量をこう引き換えみたいにこう減らしていったら体重も減るわ、ロックダンスが楽しいんで、でじゃあもうこれを機にお酒をちょっとやめてみようみたいな。やめるまで、はい、やめるまで行きましたね、うん、やっぱ中途半端がなかなかできないから、うん、もうやめるかやるかみたいな、うん、ソウルダンスとロックダンスをいろんな角度で勉強もして練習もしてストイックにロックダンスとソウルダンスを取り組んだ結果がこの10年で出てきた最後はこの OSN みたいな、はい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 、ここに至るみたいな、はい、ここのためにお酒をやめたの、うん、今思い返したのでしょ。今思い返したの、うんうん、もしかしたらじゃあ今 もう全く飲んでない。全く飲んでないです。へー、これからもまだまだどんどん進化していけそうな感じ。そうですね、うん、あのロックダンスを極めるっていうのは結構体力的にも限界あるんですけど、うんうん、ソウルダンスって本当に内側の染み付き具合なので、うんうん、だからソウルダンスを頑張ってるとロックダンスとしてもいい結果が出るから、はい、ソウルダンスはもっともっと極めたいなと。もう53歳であれだけ素晴らしいダンス、しかもまだまだ進化できるって思ってる、その秘訣っていうか外見とか肉体的にはもう絶対日に日に衰えてるんですけど、そのソウルダンスを通してブラックカルチャーのいろんなヒストリーとかダンスの名前とか もう含めて全部こう今勉強してると、うん、なんかその音楽の聴き方だったりとかその内面から進化ができてるような感覚になってて、うんはいはい、内面さえしっかりこう常にコントロールできておけば、うん、出てくる外がそれなりにキープできて進化できてるのかなと思うんで、なるほど、それぞれのジャンルの、うん、やっぱソウルダンスになってるような核となるグルーヴがあるじゃないですか、うんうん、そこをやっぱりしっかり勉強することで、うん、年には勝てるような気がします、はいはいはい、なるほど、うん、いやなかなかこれ深い話よね。はい、ピート君にとってヒップホップとは、はい、うわ難しい質問ですねこれなかなか難しい。みんな一瞬こう詰まるやん。難しいですね。なんかやっぱりヒップホップっていうのが、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。